ガシャ当たりはスイートスポットの位置間隔がずれてるだけ。重さで確認。トンカチラケット。瞬時に当たります。詳しくは概要欄で。はい、デ電ジェンシャーですね。今日はですね、あの、個性を伸ばすというね、お話なんですよ今日、あの、昨日ですね、あの、えー、っと、ジャマオープンのね、あの、試合見に出て、 で、そこで、あの、伊藤葵選手の試合見てね、そういう個性的だっていうのみたいなだけど、もう驚きですよね。なんかもう、もう、フォアハンドの中スライスだらけでね、ロブあったりとかね、なんかこう、う思ったんだけど、誰が教えたんだっていうのは、こう、テニスですよね。あの、もう個性的すぎるというか。で、ああいうのが入ってきたらどうなるのとか、ま、間違いなくあれね、あの、テニスコーチが教えたスタイルじゃないなと。多分、 申し訳ない。ごめんなさいね。また悪いこと言うけど、あの、素人さんが絶対教えてるんだな、という感じなのね。そんな発想しか見えないんだよ。でも、その発想で、やっぱりこう、勝てるようになってなってる、管理の個性なんですよね。で、じゃあ、その、なんですか、そういう風な個性を伸ばす、個性的なテニスっていうのは、あの、じゃあ作れるんだろうか、あの、そんな子が入ってきたらどうなんだろうか、とね、ねえ、いうことについてですね。で、それともう一つは、やっぱり、 まあ、ほあの、な、聞いてみると、な、その、伊藤プロは、なんか、あの、お,お父さんが教えてたらしいのね。で、まあ、強いクラブの相手たらしいんだけど。 ええと、まあ今は結構お父さんがこういろいろね、こう教えてるとことかが,が多いんだけど、で、そこでよく言われるのが、やっぱりね、あの、個性を伸ばすとこないんですよとかね、まああの,あの、そういうようなね、もう日本ではこう、個性を、個性的ないう伸ばそうというクラブがないという話をこう、もう聞きますけど、じゃあその実態はどうなのっていうことをね、ちょっとお話しますね。まあ昨日、あの、ちょっと、あの、あと高知研修があって、そこでもいろいろ議題にこうなってたんだけど。 あの、ええー、と、ま、あ校長はね、その個性っていうのがね、必ずね、あの、考えてくれてやってるんですよ。 ね、多くの人が評価されるように、個性を伸ばすあの指導しか少ないというふうなことを言われてますけど、まあ、その実態的に言えば、内情的にはどんなことが言えるかというと、まあ、結論的に言えばですね、あのまあ、申し訳ないです、あのこのグループレッスンの中で、えー、と個性を伸ばすってのはもう難しいんだろうな結局、プライベートとか個別対応でないと、あの個性っていうのはこう伸ばせないと思います。なので、こう伊藤プロに関しても、まあ、お父さんが教えてたというふある けどもグループレッスンにも入れてたけどやっぱりこうなんですかねあの個別に計画してきたっていうのがこうあるあのということなのとそれとやっぱりそのグループレッスンの中でやりきるのはもう難しいからやっぱりこのできるだけあのプライベートなしで個別で教えるっていう環境を増やしてもらう必要があるんじゃないのかなとこういうふうなことなんですよね。でまずあの、えーと その個性をの,の伸びやすい環境と伸びにくい環境の、えー、大まかなことを話すると大体いいこれも出てるんだけど昔のアメリカがこう、ね、天才が作れる環境って言われたんですよ。どんなことかというといろんなところからまずねポイントね大勢の強い子が集まりそうな環境の中で。 で、えっ、ー、と、取り気もなくね、例えば、どんなグリップでもいいよ、どんな打ち方でもいいよ、勝てばいいんだよっていう風な環境で、勝ち、勝って、勝った、あの、勝ち上がったものが上がって、勝ち上がったものが上がってって、単純にね、で、それで上に君臨していくっていうような環境の中に天才でよくできると言われます。あの、なので、あの、当時のアメリカね、昔のアメリカは天才が作れる国っていう風に言われたんですけど、えー、それと同時に脱落者もめちゃくちゃ多いんですよ。脱落者。 それと全く真逆がスペインなんですね。スペインっていうのは人が集まらない、限られた人数なんかすあの中で育てなきゃいけないっていうことなの中で、ガチガチにあの、何て言うかこう方,方針を固めたのね。で、それが、えー、とクレーで勝つことだったの。 で、えー、ハードコートをしてた、で、芝をしてた、で、国内にサテライト、当時サテライトサーキットっていうんだけど、サテライトサーキットっていうのを作って、えー、もうとにかく国内だけでトップハンドルで出る環境を作ろうっていうことで、えー、こう、もうガチガチにこう固めていったのね。 ええと、その人はどんなことが起こったかっていうと、あの、もうみんな同じようなテニスしかなしてないんだよ。こう、同じようなテニスね。その代わりえ、強い選手がね大、大量に生産できていったのね、ぶわーっとね。で、ヨーロッパってのはどちらかといとえばもうカチカチ教えていくっていう風な方針を結構取っていたところが多いから。あのー、結果的には大量の選手が作りやすいってことなのね。なので、 あの、カチカチ教えるが多いところっていうのは、あの、逆には天才は作りにくいけども、大量の選手っていうのは出しやすいんだろうな。で、えっ、ー、と、何もあまり教えないようなところって、こう、天才が出やすいんだろうな、っていうふうなことでで、まあ、実際に、あの、ちょっと名前出すのはちょっと厳しいから出さないけど、天才派なのか出てるところのレッスンで調べてみると、大まかに、やっぱりこう、あんまりこう、細かいことと教えてないのね。 えーえー、そういうい風なな形になってるんですよただやっぱりそこで多いのは不満が出てくるのはやっぱり教えてくれないとかそれからあのその脱落する子が多いからっていう,あのいう不満は多く出てくるんですよね。 で、熱心でカチカチ教えてるってことこっていうのは、こう、なんていうかね、こう、やっぱりこう、個性的なことを伸ばそうとなってくると、やっぱり、あの、なんですかね、あの、熱心な人ほどよく集まる傾向があるから、逆にその、えー、なんかこう、特殊な教え方するところに関し人は、ちょっと、な,なんていうか、あの、そうしなきゃいけないんだ。えー、個性が伸びないんじゃないかという、こう、不満が多く出てくるというふうな、こう、傾向があったりとかしますね。で、 あの実際のところ、まあ日本人の多く、海が知りませんよ、日本人の多くが、7割方指導とか細かいことをかちかち教えていくタイプかなって、ね、残り3割ぐらいが、そのなんていうのかな、あのやっぱりこうほっといても強くなるなんかしずみたいなのあるのかなと、こういうような感じがするんですよ。だから、多くがどちらかといと言えば、なんかこう、かつあのこあこつ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 教えていかなきゃい厳しいのは7割ぐらい。 ほっとってもなんかこう、なんかこう自分の感性でなんかこう覚醒していく感じがあるのが、その3割の中から出てくるというふうな感じがこう、まあ見受けられるんですよね。じゃあ、コーチはそういうのをこう見たときに現場でどういうふうに対応するのかっていうことなんですよ。で、まあそれでも今日、あの今回も議論をしてたんだけど、まあ結論で言えばね、まあもう私、例えば、その、もう本当にね、その、そこの会社のね、経営方針とか、 あの、ある、あるじゃないですか、その警報の方向性っていうのがね、もうそれでも決まるし、えー、それが決まっちゃったら工事は何もできないんだよな、っていう感じなんですよね。で、また、その時に集まった選手にもよるじゃない選手の質にもね。だから、あの、昔のテニスエネスレーター個性って伸ばせたのね、少数人数で、で、あの、常に決まったメンバーしか入れない。 ね、つまりいろんな人が入れないんで、もう決まった子しかやらないから、だからそういう環境であれば、もう、例えばハードヒッターはいる、つなげるような子はいる、とかね、タイプ、あの、全人速攻のタイプはいるって、なんかこう、個性的にあのアレンジすることが可能だったのね。 あのー、だからそういう環境が揃えれば、もう可能なんだろうけど、これが毎回毎回いろんな人が入ってくるとか、あの、よくあるテニスでスクールいう振り替えとかね、いうのがこう非常に頻繁にあるとか、というような環境だと、ある程度カチッとした、この、なんていうかな、テーマを決めてやるしかない部分って一緒に多いから、 そうなってくると、もうみんな同一のことをやるしかないから、まず個性って言ってられないんだろうなって思うんですよ。だからそういうのを見て、あの、そ、そこにいるコーチを見て、あのコーチは個性を伸ばす力がないんだと言われても、コーチからそれは侵害だよね。で、コーチってあの、なんとか個性伸ばしたいと思ってるんだけど、それは環境的には無理なんだよね。 でそういうのがやっぱ日本には多いんじゃないのかな。なぜなら、えっ、ー、と、まあ、少子化とか言いながらもえ、世界的には日本ってまだ人数がテニス人口多い方で、で、テニススクールっていうのがもう半径4キロ内に4つがあるようなねット会に行けば、もう、もう、もう、詰め詰めになってるような、あの、環境の中で育ってなきゃいけないから、そこはもう仕方ない。もう環境がもうそうなってるんからね。で、えっ、ー、と、 そういう中であのやっぱり伸ばせない子に関しては「ごめんなさいね」ってもはっきり言って「ここでは個性的なこととか特殊なことやってるお父さんお母さんがいるのであればここではできないから他のとこを見つけてね」って言うしかないと思うのね私の場合もね。 でちなみにうちが土日でやってるのもあのテーマ別だからテーマを決めてるわけだからテーマ別でやってるあのテーマを立ててやってるレッスンっていうのは個性伸ばすとこじゃないのねその一つのテーマはこんなことやりますよっていうふうに決めてやってるから それをやりたい人が集まるとこだから、個性伸ばすとこじゃないの。っていうことは、今、ドルニチンやってるテネスエナジーのレッスンっては個性伸ばすとこじゃないから、ちょっとなんか自分の違うオリジナリティなことをやろうとすることに関しては、すみませんって言って、定規によってはごめんなさいねって、ここは入りませんってお断りしてます。あのー、だって違うことをやらさ、やっちゃうと困っちゃうのね、このレッスンの中ではね。<laughs> という感じで、あの、なていうかな、その、与えられ、与えられたが作られた環境の中で、えっ、ー、と、レッスンの内容っていうかあの、形を変えてるから、当然のごとく個性を伸ばしやすい、えっ、ー、と、体制と、個性、あの、伸ばしにくいっていう体制もあるわけ。ね、伸ばしやすかったり、伸ばしにくかったりね。だから、まあ、コーチとしては、まあ、あのねあの、これはここは入りませんよ、ってね、こうやって行きますよって、こう、明確に言う必要があるとは思うんだけど、 逆に、まあ、あの、他のコーチも話したんだけど、まあ、あの、商売としてやってるから <laughs>、断れないんだって。だから、あの、なんていうのかな、えっ、ー、と、よくある、その、なんか、テーマを決めてやってるところに、まあ、勝手にね、自分のはこんなテニスやりたいんだっていうふうにやってる保護者が、その子供を入れた時に、もうその、あの、レッスンの内容とか、その進行がもう、こう、崩壊していくの、ぐちゃぐちゃになる場合があるのね。で、そこでよく、こう、揉めてごごことになったりとかってするんだけど、 あのまあ、私はそれやったらもうちょっと最初からあごめんなさいね、ここは入りませんよって言った方が親切じゃないのかなとか思ってるんだけど。まあそういうことがですね、まあ極端に言えばあのテニススクールの裏側にあるんですよね。だからコーチも個性は伸ばしたいと思ってると思うんだけどあ、その与えられたっていうかその方向性によっては個性って伸ばしてきることがと難しくなってくるのね。 で、えっ、ー、と、もう一つこう言いたいんだけど、こんな愚痴言ってましたもね。もうさっき言ったように、これ個性を伸ばせるところが少ないんだって,いうあの言,ってあの言ってる保護者に言いたいんですけど、だったらお金出してプライベート受けこういうことなんですよ。お金もないのにね、あのグループレッスンで安いところを狙ってね、で個性を伸ばせって。それは無茶な話なんだよね。お客さん、あの、おあの客として見りゃね。なので、その、なんていうのその、 確かに個性を伸ばすような体制を持ってるとこっていうのはさっきも言ったように何て言うのかなあ,のある程度強い声が集まるけどもあ,のある程度固定されててであの融通器具っていうとこがものあのその体制を持ってるとこなんだけど全てが全てそこできるわけじゃないんですよね。だからそういうとこに入れればいいんだろうけどそれができないんだったらちゃんと我が子のためにお金を払って。 で個人の環境を作りましょう、ね、そうしたら、えー、個性の伸ばせる、えー、ものはできると思いますね。であのマテレセラジーでもねあのその個性とかそのに関して何、あのー、ていうのかな、えー、っとうちにもねちょっとあのあの独自の理論を持ってねやってる子あの親子もいるんだけどあのちょっとそこはねやっぱりこうテーマ別には合わないなとは思うんだけども。 まあそういう人に関してはね、まだ別枠でね、なんかこう考えてもいいかなと。結局,結局別枠で考えていかなきゃいけないと思うのね。で、いろんな人がもういろんなこの発想を持ってね、まあ中には変なのもありますけれども、えその極端にその伊藤プロなんかもうどう考えれば変ですよ。あの、普通に考えたら。えでも、ああやってその伸びる人もいるわけですよ。まあ別にちゃんとしたパワーポジション取るわけでもなく、ステップ踏むわけでもなく、ふら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 しながらでも分かってる。ね。 ただでもやっぱりどう言うんだろう。あれ、ああいうテニスっていうのは、その伊藤プロだから多分できたもんであって、で、体力もないしね。じゃあそれが、あの、なんていうのかな、あの、まだジャパンオープンで上位には上がったとは言えど、前言ったら、世界的に言たら100位より下のようなのランクでしょ。で、まあそこで通じるっていうことは、 もしあの国内プロね、国内のプロとしてやるんだったら十分多分あの通じるんだろうなと思うのね。で、それがもし、えー、グランドスラムとかっていう風なとこになったらおそらくそのようなテ数スでは私は厳しいんじゃないのかなと思いますね。今でもいろいろ情報を聞くと女子のレベルでさるのちょっと下がってきてるからって言って話聞いててこう何年間か。だからチャンスだよとかって話聞いてたから。 もしちょっとあのすごいレベルの高かった「ヴビーナス・ウィルマンス」とか「ゼラ・ウィルマンス」か全盛期の時のね時とかあのなんていうのかなハレプとかあんな中なんこうバン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 やってたようなあんな時ような時にあんな連中でやるとおそらく多分きついだろうなっていうのはもう想像つきますよね。 あのー、まあ、こんなこと言うとまたね、その、あの、伊藤ファンにはもうなんか言われそうですけど、まあ、とりあは期待はし期待はしてるのよ。ああいうテニスとかがどういうふうにこう変化していくのかなっこれはこれすごく期待だとは思うんだけど。えー、まあ、話まとめてね、あの、個性を伸ばしたい、その個性をって考えてる人は、あの、やっぱりそういうスクールを、 内情を知った上で探してください。で、相談してください。作れない人は自分でえプライベートを受けるか、なんかそういう,うなあのちょっとお金をかけて、そういうのをやってください。と で、えー、にまあ私ら見る限り、日本人のその個性をこう生かさなきゃいけないってとこっちおかしいけど、天才肌的な子ってのは大体30%ぐらい。で、い70%ぐらいはある程度カチ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 っとこう教えていかなきゃ厳しい部分はあるのかもしれないなっていうこと。まあまあそのカチカチカチっと教える中でもその個性の持ってい方ってのはあるから、あの、全部かっこいいと教えろっていうわけじゃないけど、それが、あの、バラバラで教える環境っていうのは、やっぱり、 あの、フラのコーチ、他のコーチはたくさんの生徒を持ってるから、そう簡単にはいかないものが背景にはあるんだよ。だからコーチには別に、あの、あの、日本のコーチが悪いとかとそういうというよりも、あの、人口がまだまだ多すぎるよね、まだね。だから、で、その、カルチャースクールのスクールが多いんだよ、まだ。だからそういうふうな背景もあるから、なかなかこう、ちょっと厳しいかなというふうなね、ちょっと、あの、覚えておいていただきたいかなと思いました。ね、えー、富美さん、頑張ってください。